はい、どうも、こんにちは。おちりびもです。ブラックです。ということで、今回はウィニングレブアプリ潜入しちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、まあ、今週のガチャのめちゃくちゃ当たりな選手ですね、そちら紹介しようかなと思います。もうこの選手は当たったら多分ほとんどのスカットに入れていいんじゃないかなと思うぐらいね、優秀な選手と。ロバン・ゾブニンの FP と。この選手がですね、やっぱり前回の1回目のゾブニンの FP と比べてもかなり強化されてて、ここですよね、スタミナからアグレッシブネスまでが。優秀なセンターバックより下手したらやっぱ高い。高いですね。でしかもフィジカルコンタクトとボディコンも高いし、これでてスピード瞬発もあるんですよ。まあ、唯一欠点なのが、まあ、オフェンスセンスと、まあ、決定力なんで。まあでもいらないよね。まあ、ここはね、オフェンスセンスと決定力はゾブニンには求めてないよな。そうで、ゾブニンってまあ後半6 でダブルタッチバルーレット持ってワンパスループはマンマークインターセプトっていう、まあ、鬼のようなねスキル構成しているハードプレスなんですけど、この C メールとかで使った時にシュート打つシーンとかね、オフェンスセンスのまあ上がってくるところとかが若干多分気になるなって思う方も多いと思うんですけど、やっぱりこの選手はね、まあ、おもちゃ TV でもですね、5バックの右サイドバック、そして、まあ、この今映している、まあ、4-3-1 の DMF 使ったんですけど、まあ、DMF か右サイドバックがまあ一番いい起用の仕方なのかなと。このゾブニンはどの褒めの監督にも大体入るような、入りますセンターバック近いクラスの守備能力があるんで、はい、まあ、本当サイドバックで守備をね重点的に強化したい人はこの選手っていうのはマジでおすすめなんじゃないかな。まあ、使用感的にはですね、おもちゃ TV も通常のゾブニンをずっと使ってたんで、まあ、この FP 使った時に思うのはやっぱりこの FP のゾブニンの方が動きが軽くて速い感じになってるなっていう風に思った。あとアグレッシブネスとかもやっぱり高いんで、結構寄せに行くスピードとかも速くて、正直で5バックの右サイドバックで使った時はそこまで守備の部分でのなんか1対1の場面っていうのがね結構少ないんだなと思って、15、6試合ぐらいやってたんだけど、意外とねやっぱりこの5バックになると3枚のセンターバックが相手のボールをかっさらうっていうシーンがあって、なんか右サイドバックとか左サイドバックの選手があんまりボールを奪うっていうシーンはなかったんだけど、5バックの右で使うと攻撃の部分ですね、つなぎの部分とかで結構ワンパスループパスが生きてくるし、あとこの選手って右サイドバックになると無印になるんで結構意外と上がってきます。なんかオフェンスセンスは低いけど意外とね高い位置は取ってくれるんで、しっかりで DMF だと DMF の方があこれゾブニンやなっていう感じの守備的な部分がねめちゃめちゃ生きてきて、やっぱり AI の動きもすごいいいですし、ボールをねしっかり奪い切るみたいな力もあって、ここに最初表 TV だったのはロドリとかも落ちたんですけど、ロドリだとね、まあ、アンカーなんで結構攻撃じゃ全く動かないみたいな感じになるんで、全く動かないっていうのがちょっと気になるよって人はこのゾブに置いてもらって、ゾブにハードプレスだけでやっぱりオフェンスセンス低いんで、ビエラみたいな感じでねガンガンは上がっていかないんで、ちょっとね上がるっていうぐらいなんで全然ゴール前とかまで来ないんで、なんかちょうどいい感じに収まったんで、この 4-3-1 の DMF とかもちょっとおすすめなのかなっていう気がします。El nivel de decibelios da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consiguen la manda arriba. Rafford. Consigue volver a marcar en cuestión de minutos y aire con el marcador de 3-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Bueno, ya han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar. Balón para arriba. Croy. Ya, pero por ahora las han aprovechado. Sí.
まあスピードあってディフェンス能力がこれだけ高くてボディコンフィジコンもあって、はい、でそれでいてスタミナもあるっていう、もう完璧、今回ゲットした人はもう守備においてはかなり要になる、大打者は多分使ってると思うんですけど、まあ で, すね、でもいろんな監督に合うんで敵を上げてね、はい、使ってみてもらえればということで、最後にねこのゾブにどれだけやれるのか、はい、フレーマーしていきたいと思います。さあということでいきましょう。調子好調ですね。次からね結構位置は低いっすね。もうここら辺軽いっすね、普通に動きが。きた、いや、それ通るんだ、うわー、それ通るんだ、アレッサンドラ。パーセント最高なんだけどな。これいい上がりだね、ゾブにハードプレス。おい待てお前、あぶねえ、いやお、あぶねえ、いやお、おい、ちょっと待てよ、お前ふざけんなよコーダーとかに関してはノーちゃんだからね。もうなんか何かするとかないからね、このゲーム。いやどれ？これ誰か、なんでこのフリー？これね、なんでフリーなんだろうね。これ丸？離したか、これサイドバックがついてないね。これ。ああ、うん、しょうがないな。マジか。バリオスがガンハナ、だからあれサイドバックの AI バカな理由あれなんだよ。あガンハナすんだよね。まずいぞ。あ、ラッキー。まだ、あ、変な。まだ、あ、待って。オッケー！これよ！おいおい、怖いね。上がりすぎてね、やべえな。はい、余裕。なんかあの意識させて活躍させちゃおうかなみたいな。余裕の撃沈。前に出すぎちゃったよ。お前それロン毛に握手だよ。やべえな、やっぱり考えちゃダメなんだよ。おお、ちょっと待てよ。お見てるだけやん、来るとは。何もいや、あれはしょうがない。あれは動きがシャンシャカしてたから。シャンシャカ、あれは動き早かったね。小学校の大会だろこれ。え、終わりじゃないの？もう終わりと思ってたんだけど。なんだよ、え、まずいまずいまずい、うわ最悪だわ。え、てかなんで49分もあんの。いや2分、いやいや、2分じゃない、4分じゃん、もう。いや、あのね、ギリギリ、いやいや、なんつうの、相手陣地に入るとこのゲームって、行くのよ。いや、俺行かなかったじゃん、この前。いや、それ1なの。これね、あのね、なんかね、このゲームって、なんか深くまで、相手の深くまで入ってるとならないのよ。そこまで意識するっていう。謎補正いらねえよ。このね、あの、バカみたいにオンラインやってるとわかるよ。謎補正いらねえよ。あれ、蹴って終わりじゃん、普段。落ち着いちゃった。なえるわ。ガチグモ、ガチクソの内案件だよ、それ。ナイス、ゾブイン。あー、ナイス、ナイス、ナイス。うまい。なんだ、おっさん、じゃねえか、若者か今の完璧な崩しやったやんか。 2,3 枚抜いてたやんか、今3人で合計決めなきゃ意味がない。え、ちょっと待ってよ。待って、お、来た、何でしょう、うわないだろ、さすがに、さすがにないでしょ。マジか。あ、ナイス、ベッカムとベッカムやん。お前走ってんじゃねえまあ走り込みがすごいわこれ、カカちゃんすごい勢いで走ってくるからな、後半から。いや待て待て待て、ちょっと静かやな最近。あるよ、
うわ、くー